が薬局の対策性のための通気機の開発を題して、大野が発表します。突然ですが、活性的なものを作るというのは難しいです。ここで言う活性的なものというのは、メディア作品などで見られるようなタッチに対して反応するインタラクティブなものを示します。そういったものを作るには電気回路の知識が必要であったり、回路設計やハードウェア構築に時間がかかってしまうという問題があります。そこで本プロジェクトでは、タッチセンシティブなものを誰でも簡単に作れるようにするということを目的として、ステトスというセンサー及びツールを開発しました。まずはデモ動画をご覧いただきたいと思います。ステトスは身近にあるものを使って立ち入力を可能にするセンサーです。例えば、普段使っているお椀がゲームのコントローラーになったり、このアクリルのオブジェを使って楽器を作ったりということができるようになります。では、ステトスの使い方について簡単に説明します。この時点は、このコンピューターの入力を使って音楽プレイヤーを作っていきます。まずはセンサー部分をリフに貼り付けて、プラグをボタンに挿入します。次に専用のソフトウェアを使ってタッチの学習を行います。ステトスでは、自分の使いたいタッチ入力を実現することによってコンピューターにそれを学習しています。ここでは音楽プレイヤーを作るので、その音楽プレイヤーの操作から再生、音楽シフトコピーを3種類のタッチで使えるということに学習を行います。これで全ての学習が終わりました。最後に、次にタッチに対する振る舞いを設定します。セブスは MAX や MSP、スクラッチといった外部デジタルプログラミングを使うことによって簡単に振る舞いを示していきます。音楽プレイヤーとして振る舞うこちらは約1分程度で設定することができます。これで発電機の音楽プレイヤーが出来上がりました。発電機の頭を触ると音楽が再生。続いて右側に紙に触れると一曲送りになります。これ左の紙に触れると一曲戻しになります。このようにして簡単に発生するものを作るというのが、接触を使ったプロトタイピングの特徴は以下の3つになります。まず、電気回路などの専門知識を必要としません。また、機械学習を用いているので、学習の仕方によっては、複雑なタッチも認識することができます。さらに、机や食器、おもちゃといった、既にある日用品を利用して、作品を制作するといったことも可能になります。で、具体的に、どんなものであれば、ステトスを適用できるかということについて確認します。ステトスは、固体素材であれば、さまざまな物体に適用。もちろん、ものによっては個体差がありまして、一応、硬くても影響できないといったものもあるんですけど、一般的には金属、木材、ガラス、プラスチック、セラミックといった素材には適用可能となっています。また、物体の大きさについては、手のひらサイズの大きさを得意とかしています。大きい物体に適用する場合には、少しタッチ検出領域が制限されるといったこともあります。では、開発の話に入る前に、この提案の背景について話したいと思います。先ほど、音 TM からの紹介があったんですけど、僕はすごい振動が好きで、この振動という現象自体にすごい興味があって、コンタクトマイクっていう振動を取れるマイクがあるんですけど、それを使って、いろんな振動の波形を見たり、スペクトルを見るっていうことが好きでした。でまた、コンタクトスピーカーという今度は逆にその振動を発生させることもできるスピーカーがあるんですけど、これをいろんな物体に貼り付けて振動させるっていうことも変わっていました。でコンタクトスピーカーを使って面白かったのが、スピーカーを貼り付けた物体に触ると
まるでイコライザーかかったかのように本質が変わるっていう現象があります。実際にどんな感じに変わるのかっていうのを聞いてもらいたいと思います。この写真にあるのはそのお椀にコンタクトスピーカーをつけた若干ちょっと不快な音が発生するので、注意します。
グループ接続タイプを作った狙いとしては、作品として作ったときに、パソコンとケーブルでつながっているっていうところをなくして、より作品として独立させられるっていうことを考えたからです。でバッテリーやドリップスモジュールを載せる関係で、サイズはややモジュールになっています。これは大体長期電力を計算すると、大体 1.5 時間くらい動作するものとなっています。でこれはケースに入れて、最終的にはこういう形に。続いてソフトウェアの確認をします。ソフトウェアはタッチの学習認識を行う認識ソフトウェアと外部プラグインによって構成されています。認識ソフトウェアはハードウェアから得られた音響特性をもとにタッチの認識を行い、その結果を外部のソフトウェアのプラグインに送信します。そして受信した認識結果を用いて、その外部ソフトウェアでタッチに対する反応を記述するといった仕組みになっています。こちらが認識ソフトウェアの GUI になります。左上のテキストボックスにタッチのレールを入力すると、そのタッチの学習が開始され、右側に表示されるインストラクションに従って学習を行います。学習を終えると、自動的にタッチ推定が入られます。この円環上に、ロープとされているものは、そのハードウェアから取得した音響特性を変換上にプロットしたものになります。またこの認識ソフトウェアのバックグラウンドでは、外部ソフトウェアとの通信が行われており、認識結果が常時、随時送信されています。またこれは複数台のハードウェアを同時に扱うこともできて、その際には、各ハードウェアに対して個別のポートマークが開かれています。さらに外部ソフトウェアのプラグインの一つとして MAX Pure Data というプラグインを作成しました。 MAX Pure Data というのは音や映像を扱うことができるビジュアルプログラミング環境です。これはメディアアーティストによく使用される環境の一つとなっています。これらのソフトに対応することによって、一つをメディアアーティストに使ってもらうということをやらないとしました。これがプラグインの使用例で、これは3種類のタッチの入力に対して、異なる効果感を表すといった形になっています。上のここのオブジェクトがそのプラグインとして作成したもので、最初のプラグイン名であるソースというのがいて、第1引数には OSC の言葉の方、第2引数以降にはその自分が認識する認識ソフトウェア側に定義したタッチのラベルを入力するものとなっています。ここではその3つのタッチのラベルを定義しているので、アウトレットは3つ定義されています。アウトレットっていうのは、そのオブマックスのオブジェクトにおいて出力をする端子のことです。この4つの、アウトレットっていうのは、そのタッチが発生していないと、あとその各3種類のタッチが発生したときに、番がそれぞれアウトレットから送信されるということになります。で、その各そのタッチが発生したときに発生する番号を使ってトリガーとして MAX MSP 上でさまざまな振る舞いを記述することができます。またもう一つのプラグインとしてスクラッチ用のプラグインを作成しました。スクラッチというのは構文の学習をせずにそのプログラムのレゴブロックのようなビジュアルプログラミング言語です。スクラッチ用のプラグインを作成することによってプログラミング初学者に対するモチベーションの一つとしてスクラッチを使ってもらうということを狙いとしました。スクラッチはオフライン版のみプラグインの作成をサポートしているため、それに向けたプラグインを作成しました。最近しかしながら最近そのオンライン版でもプラグインをサポートしたみたいなので、それがそっちの開発したいと思います。で、こちらがそのプラグインを使ったスクリプトの例となっています。ここにある黒い条件ブロックがそのプラグインになるので、この例だとラベルリフトがラベルリフトの認識結果が一つのソフトウェアが発信されたときにキャラクターが10個進むというコードとなっています。
まあ、デモの最初の方にあったOneのコントローラーっていうのはスクラッチを使って作成しました。でまた認識データは OSC のメッセージとして常に送信されているので、それを受信するコードを書けばそのプログラム自体からその扱うということも、そして連携するということができます。昨日前振りがあったんですが、早速鈴木君のプロジェクトで使ってもらいました。こちらが世界で初めてマグカップでブロックしました。結構地味なんですけど結構地味なんですけど、マグカップによる魅力っていうのはちゃんとその CIF3 のゲームに反映されているっていうのがよくわかる。感じたのがその、まあ、誰でも使えるというところを目指したんですけど、結局その MAX とか Scratch とかに一応環境に依存していて、その環境の使い方を覚えないといけないということがあって、これ人誰でもじゃないということで、さらに Android 版のソフトウェアを作りました。これはタッチパネルにいる、学習インターフェースに対応していて、事前知識がない子供とかでも、すぐに使えるようになっています。実際に子供に使ってもらった動画があるので、まあ、最初にそのセンサーをつけるところからやってみてもらいました。センサーをつけてアンドロイド版ソフトウェアを起動します。そうするとこのような画面が起動していて、これは5種類の効果音がそれぞれ確認されていて、その各パネルをタッチしてから物に触るとそのタッチに効果音がマッピングされるというアプリ。これは特に複雑なインターフェースを使っていないので、その子供でもこのように、雑先生のものを作るという必要があります。ちょっとまとめる前に、ライブでもお願いします。今、カメラに映っているのは、さっきのデモ動画で出た手なんですけど、これはリボン。この2本の手を使って、まあ、音階を割り当ててみたいと思います。さっきのネコ動画では1本でしか使ってなかったので、5つの音しか使えなかったんですけど、2つあると 10個とか使えるので、よりその、よりリッチな音楽を演奏できるというもの。では、その透明の手から発信していきたいと思います。さっきの学習でもこの小指の音がピンされました。次のように今後についてですが、まだ動作が安定しない部分があるため、その改善を行うことと、
でまだ実際に使ってもらったという事例が少ないので個別での販売や貸し出しを開始していろんな人に使ってもらうことによりフィードバックを集めること、そして将来的にはクラウドファンディングとかに出してみたいと考えています。本プロジェクトを行うにあたり本当に様々な方にご協力がありました。はい、ありがとうございました。最後にウェブサイトを今の URL を公開しています。よかったら見たり拡散していただけると幸いです。以上です。